はい、それではですね、2023年6月2日のですね、応用数学へ、科目コード TB のですね、23044、こちらの授業を始めたいと思います。はい、おはようございます。ですね、まずですね、これ今日は複素積分ということで、教科書の70ページから79ページまでのところの話をしていきたいと思います。で、まずですね、複素積分を考える上で、何が重要かというと、皆さんが高校の数学の数3でやった、ちょっと心配になってきたけど、平面上の連続曲線、楕円とかですね、放物線とか双曲線とか、そういう話をやったと思います。で、このあたりの話が、まずあって、それであともう一つは、その話をもとにしてですね、複素積分という考え方を、やっていくということになります。で、複素積分っていうと、どういうことかっていうと、簡単にここにちょっとだけスペースあるのでお話しすると、こんな風にですね、実軸と虚軸があったときにですね、0と1の間の積分をしなさいと言われたら、よいしょ。高校の時はこれだけだったんですね。実軸上の積分だけだったんです。ところが、複素関数にすると、こんな積分とか、こんな積分まで出てくるわけです。はい。というようなことなので、こんなことがあるので、ちょっとリアルタイムの人たちは、少し、見えないと思うので、ちょっとズームかけます。よっ。もうちょっとズーム。はい。これで目いっぱいですね。はい。ここに書いてありますね。実軸と虚軸があると、高校の時までやった、あるいは、解析学 AB でやった範囲の、定積分で0、1までの定積分っていうと、この実軸上の積分しかなかったんですが、それに対して複素平面だと0と1の積分って言っても、こんな風に、虚軸の方に一回盛り上がってたり、盛り下がったりしてね、っていうような積分が出てくるわけです。それがどこに書いてあるかっていう、その説明がどこに書いてあるかっていうと、教科書のですね、70ページの図 3.1 なんです。図 3.1 のところに書いてあります。図 3.1 のところに今の説明が一通り書いてありますので、そちらの方をご覧ください。それで、ちょっとですね、ズームをですね、しっぱなしにするとですね、リアルタイムの人たちは少し、見てる人たちが、よっ、行き過ぎた。どうした？たまにこれ反応悪いんですよね。あ、出ましたね。出ました。はい。というわけで、それでまず第一に何やるかっていうと、ここに書いてあるんですが、平面上の連続曲線っていう話をします。で、平面上の連続曲線っていうのは、始点から終点に向かって、向きが割り当てられる形で定義されます。で、あとでですね、高校の時にやった媒介変数表示っていう話とですね、合わせて話をしていきますが、まず第一にこの平面上の連続曲線を分類します。で、大きく4つにこの通り分類されます。で、それぞれの正確な定義には教科書の71ページから72ページまでに書いてありますので、はい。なので、そちらを見てください。はい。ね。まずですね、よいしょ。君、授業やってみる？はい。授業やってみる？ですね、はい。まず、開曲線と閉曲線に分かれます。で、どういうことかっていうと、始点と終点が、異なっている場合に開曲線と言います。で、始点と終点が一致している場合にですね、閉曲線と言います。はい。で、開曲線と閉曲線がそれぞれまた二つに分かれます。一つはですね、曲線の途中でですね、トグロ巻いてないやつ。で、こちらの閉曲線の場合もトグロ巻いてない。これは始点と終点が合わさってる以外は、基本的にはですね、トグロ巻いてないですね。はい。こういうのを単一曲線と言います。で、そうじゃないやつを、そうじゃないやつは非単一曲線という風な名前でも付けましょうかね。非単一曲線という名称、数学用語は正確にあるかどうかはわかりませんが、とにかく単一曲線じゃないやつっていうのはこんな風にとぐろ巻いてるやつです。はい。で、特にですね、単一曲線で平曲線のやつを単一平曲線。
単一曲線で開曲線であったら単一開曲線というふうに呼びます。よろしいでしょうか。それで、特に単一変曲線の場合にはですね、空間を内部と外部に分けることができます。はい。はい。そして、その上で単一変曲線に対してはですね、向きが反時計回りの場合、こういうやつですね。正の向きと言います。それから時計回り、クロックワイズですね。この場合には負の向きと言います。カウンタークロックワイズは正の向きです。で、このことの説明もですね、72ページから73ページまでに書いてあって、それで、あ、ごめん。リアルタイムの人、時々やるんですよ、僕これ。はい、こっちでもう一回説明します。今ですね、このリアルタイムの人たち、この絵を見せないで説明していたので、もう一回やります。要するに、平面上の連続曲線っていうのは、開曲線と閉曲線に分かれます。はい。開曲線と閉曲線の違いは、始点と終点が異なるやつを開曲線。そして、始点と終点が一致してるやつを閉曲線と言います。そして、さらにですね、この開曲線と閉曲線のそれぞれが単一曲線と単一曲線じゃない曲線に分かれます。で、単一曲線っていうのは、始点と終点を向かっていくときに、途中にトグロ巻いてないやつです。どっちもトグロ巻いてないやつですね。それで、途中にこんな風にトグロ巻いてるやつのことを、単一曲線じゃない曲線っていう風な言い方をします。で、そうすると、単一開曲線と単一閉曲線っていう名前がここで登場するわけです。で、特に単一曲線のことをですね、正確な定義はこれ71ページから72ページまでに書いてあります。図 3.2、3.3 と合わせて教科書で、参照してください。それで、この単一閉曲線に対しては、空間を内部と外部に分けることができてしまいます。はい。ということです。そして、単一閉曲線の向きなんですが、反時計回りの場合に正の向き、時計回りの場合には負の向きというような言い方をすることがあります。教科書の72ページから73ページにかけてこの説明も書いてありますので、正確な説明はそちらの方で見てください。で、特に断らなければ、自動的に正の向き、つまり反時計回りに向きがついていると思ってください。単一閉曲線ポコンと与えられて、特に何も断り書きがなければ、黙っていれば、正の向き、つまり反時計回りに向きがついているものと思ってください。はい。これが、まず、曲線に対する定義です。はい。で、それでですね、リアルタイムの人たち、今この辺だけズームになってるので、もう一回ちょっと横にも、行き過ぎた。よっこらしょっと。はい。ですね、今みたいなミスが時々あるかもしれないんですが、まあちょっととりあえずそれでピッとこうやって。このくらいでいいかな。はい。もうちょっとズームかけておきますか。はい。そしてまず平面、この丸1が終わって、次丸2、領域。これはですね、正確な定義は、前に第2章の頭のところでやりましたが、45ページに書いてあります。古城連結性ですね。古城連結性のある回集合です。古城連結性ってのは何者かっていうと、これ、教科書の45ページに書いてあるんですが、これ、一つの領域の定義は古城連結性のある回集合です。はい。で、どういうことかっていうと、一つの領域っていうのは、一つの領域っていうのはどういうことかっていうと、まず、境界を含まないという意味で回集合である。そしてもう一つは、その領域の中の任意の2点を取ったときに、その任意の2点をですね、その領域からはみ出すことのない折れ線で繋ぐことができるときに、これを古城連結性があると言います。はい。そういう意味で古城連結性のある回集合ということで、45ページに正確に定義が書いてありますので、そちらも参照しながら確認してください。で、平領域っていうのはその領域にですね、この境界、領域の境界を付け加えたやつを平領域と言います。で、ここではですね、領域の境界のことを偏微分の記号、ラウンド D ですね。ラウンド D、D という、ラウンド D というこの記号をつけて表すことにしています。で、あとは単連結領域。これ穴ぼこの空いてない領域です。いい例がどっかにあるかなと思ったんですが、はい。例えばですね、
これまずこの鉛筆これはですね、中に穴が開いてないんです。穴が開いてないんです。これ。ところが、これ、エアコンの、我が家のエアコンのですね、普通これは壁にポコッとつけといて、ここにこう刺したやつですね。これ、穴がいくつ開いてるかっていうと、ここに1個、そしてあと2個、3個と開いてますね。だから、これは穴が開いてるから、単連結領域とは言わないんです。これの、こう鉛筆、これはもう完全に穴開いてませんね。はい。虫食いでもあれば別ですけどね。はい。まあ、穴は開いてないということで、これは、単連結領域というふうに言います。単連結領域というふうに言います。はい。この違いです。よろしいでしょうか。こちらは、穴が、途中に穴が開いてますね。穴が開いてるから、これは、こちらは、単連結領域と言わないわけです。ここに少なくとも1個穴開いてますね。で、この穴の数でさらに領域をですね、分割するという考え方もあります。これはトポロジーというんですが、その話はちょっと置いといて。ということです。はい。それでですね、次。二つの実関数、ファイ t とプサイ t。t は実数。関数値も実数です。で、これが a と b というですね、誘拐閉関で c1 クラス。つまりどういうことかというと、こいつが、一回微分が連続であるというような関数、c1 クラスであるというときに、こういうふうに、ファイ t プラス i プサイ t のですね、足し算のですね、t による微分っていうのは実部と虚部の微分して、i をかけて合わせなさいという。それが積分も同じです。プサイ t プラス i、ファイ t プラス i プサイ t という関数を、a から b まで、で定積分するときには、それぞれ実部と虚部を積分してから i をかけて、i をかけて足し算しなさいというふうになります。で、これをやると何が嬉しいかっていうと、今度は、この f の中を媒介変数表示してやったときに、ファイ t、f の中の z をファイ t プラス i プサイ t というふうに、置いてやって t で積分したとき。そうすると、これは実部と虚部に分けると完全に実積分の中の積分で表すことができます。微分も積分もこのように同じになります。で、特に誘拐閉関で t の関数として連続なら積分可能であるということは解析学 A で教わると思います。それを使ってます。だから連続関数っていうのが重要なわけです。F に対して、あ、要するに、こういう UT と VT が t の関数として連続ならですね、これが言えるということになるわけです。このことが教科書の 3.5 式と 3.6 式に書いてありますので、それも合わせて、確認してください。はい。ちょっと途切れてましたが、リアルタイムの人たちちょっと途切れてましたが、まあ、基本的には、言ってることはわかると思いますので、はい。この通り、とにかく、F カッコのファイ t プラス i プサイ t というのは微分するときも積分するときもですね、このように、実部と虚部に分けて微分、あるいは実部と虚部に分けて積分ということで、t の積分、t の微分はすべて実数値の積分、微分と積分ですから、それを、ですから、この3点、教科書でいう 3.5 式と 3.6 式は、右辺の式はすべて元々の実関数における微分と積分になってるわけです。はい。で、もう一回言いますが、とにかく、誘拐閉関で連続な関数っていうのは積分可能であるっていうのは解析学 A でやってると思います。なので、そのことを使っているということになります。さて、その上でですね、今度は、連続曲線をどのように表すかという話をしていきます。ズームをかけるとですね、説明しているところがですね、はみ出してて途切れてしまうということが、見えないということがたまにあるんですが、その時は皆さん、一応ですね、このホワイトボードの写真は皆さんに、事前にお送りしてますから、そちらを見ながら補って聞いていただければとは思います。ただ、できるだけそうならないようにはします。はい。で、まずですね、連続曲線の高校の数3のですね、一番最初にやる、平面上の連続曲線、放物線とかですね、楕円とかですね、双曲線をですね、媒介変数表示をするというようなお話が、高校の数3の一番最初に教わると思います。はい。で、その話をまず最初に使います。で、まずですね、
ファイ T とプサイ T がですね、A と B という誘拐平衡感で連続なものとして考えてやって、その時に C という、連続曲線をこのように媒介変数表示で表すことができます。っていうか、これが媒介変数表示で与えられた曲線ということになります。ファイ T とプサイ T は A と B の間の誘拐平衡感で連続な関数であると。で、もう一つは、同じ曲線なんだけども、向きだけ違う場合、この場合は、約束事があります。必ず、この A と B について、A と B は A の方が B よりも小さく選んでください。その上で T イコール A が始点で、T イコール B が終点に必ずなるように選んでください。これが媒介変数表示をするときの約束事です。なので、これ、向きだけ逆だからって言って、T イコール B をですね、始点にして、T イコール A を終点にしたらですね、これは、その後に定義していくいろんな積分で符号が変わる、正解とは違う逆な符号が出てきたりしますので注意してください。で、向きだけが逆の場合の曲線とマイナスをつけてマイナス C という記号で今後表していきます。で、これはこんな風にですね、媒介変数表示、プサイとファイとプサイを使って表すんですが、それぞれの、括弧の中身が違っていると。で、この形にすると T イコール A でやっぱり始点で T イコール B で終点になります。ちゃんとそうなってます。作られてますので、そのことは確認してみてください。で、今ですね、この C に対する絵をですね、ちょっとここに書いてみました。T イコール A が始点で、T イコール B が終点で、そして、こういう形の、曲線ということになります。はい。で、そしてですね、さらに、ファイ T とプサイ T が A と B の間の誘拐平衡感で C1 クラスであり、かつですね、それぞれの微分、この微分は、このベクトルに対する t での微分というのは、これはそれぞれの成分を微分してベクトルを作ってくださいっていう一番下に書いてあるこの式の意味です。で、これがですね、ゼロベクトルにならない場合、つまり x 成分の微分と、x 成分の微分と y 成分の微分が両方同時にゼロにならないという条件をつけたときに c は滑らかな曲線というふうに言います。なぜこの2番目のこの条件が必要かっていうと、X 成分と Y 成分の微分が同時にゼロになる点がどこかに あると、そうすると、その点でですね、T を動かしても留まってしまって動かないんです。動かないんです。動かないんです。だからダメなんです。なので、必ず T を動かしたらですね、X 成分か Y 成分かどちらか片方でもいいから変わってってくれて、そして、点は動いていると。いう状況を作ってくれないと滑らかな曲線とは言わんわけです。それからですね、二つの滑らかな曲線を始点と終点をくっつけてできるですね、曲線のこと、C1 と C2 に対して C1 プラス C2 って書いて、これ区分的に滑らかな曲線というふうに言います。具体的な例はですね、どこに書いてあるかっていうと、教科書のですね、教科書の図 3.7 に書いてあります。これは、教科書の図 3.7 に複素平面の方で書いてありますが、こんな感じです。はい。で、これ、区分的に滑らかな曲線って言います。で、最後に、滑らかな曲線に対する線の長さ、曲線の長さ。これは解析学 A でですね、積分を、解析学 A で積分を教わった後、最後のあたりですね、やる話だと思います。はい。これはですね、この曲線のこいつのですね、t による微分の絶対値を、t で a から b まで積分してくださいということになります。これが、虹が、xy 平面上での連続曲線の長さということになります。はい。さて、そういうことをやった上で、今度はですね、これと同じことを複素平面で考えていきます。はい。今度はですね、横にずらします。少し。こちらですね。はい。で、これですね。今度は、Z 平面上の連続曲線 C の媒介変数表示ということで、Φ と T は A と B の間の誘拐平衡感で、連続です。はい。というような時に、この C という、連続曲線を複素数使って媒介変数表示すると、こんな風になります。で、この式は、教科書の 3.1 式に書いてあって、やっぱりこれも T イコール A が始点で、T イコール B が終点になるようにちゃんと取ってあります。で、A と B では、A の方が B よりも小さいというふうに必ず選んでいかなければなりません。はい。
で、そして、これをですね、今度は、向きだけ逆にすると、先ほどと同じように t の代わりに a たす b 引く t っていう風に、置き換えてやった媒介変数表示で、マイナス c という向きだけ逆な曲線の媒介変数表示が出てきます。はい。これを向きだけ逆だからといって、やっぱり t イコール b を始点にして、t イコール a を終点にしちゃうと、もう本来の積分の、細分を使って定義した時と、間に矛盾が生じてしまって、本来の正解の値と符号が逆になって出てくることがありますので、十分注意してください。必ずこの約束元で、なんていうか、媒介変数表示を表していただく。で、これ、とにかく式 3.1 と 3.2 に書いてあって、図 3.6 とともに参照してください。はい。で、そして、さらに、滑らかな曲線も全く同じで、πt と ψt が a と b の間の融解閉区間で c1 クラスであり、しかも、その πt プラス i ψt っていうのの t による微分がですね、決して0にならない。その区間で決して0にならない。つまり、t を動かした時に必ず動いてくる。実部か虚部の方が、実部か虚部かどっちかが必ず動いてくれるというような、そういう場合にこれ滑らかな曲線と言います。はい。で、C1 と C2 それぞれが滑らかな曲線で、それをくっつけてできる曲線のことをですね、C1 たす C2 っていう記号を使って書いて、区分的に滑らかな曲線と言います。で、これが図 3.7 参照となります。図 3.7 を参照してください。はい。そして、その上で、滑らかな曲線 C に対する長さっていうのは、今度は、複素数の t による微分の絶対値を t、a から b まで積分するという形になります。そういう意味で、先ほどのですね、xy 平面上の長さと、基本的には対応した定義になっていて、この長さは 3.3 式に書いてある式ということになります。はい。ここまでで一応ですね。はい。ここまでで一応よっこいしょと。よっ、お。面倒だ。はい。ここまでで一応ですね、まずは、平面上の連続曲線の媒介変数表示までの全体をですね、まとめてきました。その上で今日の主題である複素積分の話をですね、この後ですね、こちら側で、こちら側で、今までの話をもとにして、話をですね、後半では説明していきたいと思います。で、最後に今日はですね、例の 3.1 をやってお見せして、それから例の 3.3 をですね、この辺どっか消して、説明してっていう流れで今日の授業はやっていきたいと思います。はい。まずここで、今何分でしょう ?9 時34分ですね。2分ほど休憩して、この後の話を続けていきたいと思います。はい、それではですね、2023年の、6月2日の応用数学へ、科目コード TB23044 の方の講義を、授業をですね、後半続けていきたいと思います。なんかここに影映ってますが、これ、心配しないでください。これ、こういうですね、ローマ空港から買ってきた、こういうですね、魔女の、クリスマスの魔女の、ここにですね、この辺にクリスマスプレゼントのお菓子が入ってたんです。これ、魔女の、やつです。はい。それを、ここにこうかけてるので、そのためにここに、影が映っているということでご了承ください。はい。それでですね、何を言おうとしたかっていうと、前半ではですね、先ほど前半ではこのように、複素積分ですね、の話をするために、まず、平面上の連続曲線っていうのを、XY 平面上で考えたのと、複
複素平面上で考えたのが対応つけられるんだよっていうことをお話しながらずっとやってきました。はい、長さ、滑らか、曲線の長さの式、解析学の A で、積分の最後のところでやったやつに対応する式も、複素平面上でもちゃんと出てくるよっていうような話をしました。はい。その上でですね、ここから先はその媒介変数表示をですね、仲介しながらですね、複素平面、まずですね、複素積分について話をしていきますので、したがって、まずお話しなければならないことは、ここちょっと上の方にギューってやって、これやるとまたね、ちょっとね、たまにこれ、もうちょっとスムーズに動いてくれればいいんですけどね。はい、これでギューってやって、もうちょっとギューっとやってと。はい。それでですね、こちらですね、まず XY 平面上の二変数実関数ですね、これについて、線積分って話をしていきます。で、線積分の話っていうのはですね、要するに線積分の話っていうのは皆さんが、月曜か金曜の中で教わっている、電磁気学基礎論、あの中で出てくるベクトル解析でストークスの定理と関係している部分です。ストークスの定理。で、電磁気学基礎論でベクトル解析やるときに、ガウスの発散積分と、それからストークスの定理っていうのをやると思うんですね。もしかしたら、グリーンの定理もやるかもしれませんが。はい。で、そこのあたりのところで出てくる線積分のお話が、まず、複素積分と密接な関係があるということを一言言った上で、で、WXY っていうのが、XY 平面上の滑らかな曲線 C。こういう媒介変数表示、ファイとプサイ、また出てきましたね。はい。この滑らかな曲線 C 上で、WXY は XY 平面上の関数として連続であるという状況のもとで、まず C に沿う X に関する線積分というのはこういうふうに定義します。で、これ C に沿ってっていうことなので、実は X と Y は全くバラバラに動いているのではなくて、X を動かすと Y は X の関数として動いてくれます。C が、曲線だからです。C が曲線だからです。なので、これは X で積分すると Y は X の関数とみなして動いてくれる積分になっているんだってリピートしてますが、そういうふうに思ってください。で、これはですね、媒介変数表示を使って書くとこうなります。これは合成関数の考え方を使うとそのまま出てくるとは思います。はい。というような、話をするわけです。で、今度は Y に沿う積分っていうのを同じように線積分考えてあります。今度は Y を動かしてやるんで、X が Y の関数だと思って動いているということで、この積分っていうのはですね、閉じてくるわけです。で、この場合もやっぱりですね、今度は、Y はプサイ T で、制御されてますから、プサイ T の微分がここに、入ってくるっていう形で、C に沿う Y に関する線積分というのは出てくるわけです。で、もう一つ、C に沿う接線線積分ってあって、これは記号としては、この XY のこのベクトルの D、ベクトルの前に D をつけて絶対値っていう形で書くんですが、これはですね、接線方向に沿ってぐーっと動かしていくということで、それに伴って X と Y がその接線方向の動きに従って、X と Y が制御されてくるっていう形になって、これ接線線積分っていう風な形になります。はい。で、この三つの積分が複素積分と非常に、複素積分の構造の中にですね、出てくるっていうことも含めてこれから一気に説明してお見せします。はい。そこで、リアルタイムの人たちのためにちょっとカメラ動かして、よっこいしょと。ちょっと斜めになってるかもしれませんが、はい。ちょっと我慢してください。はい。で、まずですね、複素積分に関して、C に沿う複素積分、式 3.7 の説明からします。はい。式 3.7 の説明からします。で、Z 平面上です。FZ は Z の Z 平面上の滑らかな曲線 C。で、C の上で常に連続である。複素関数として連続であるというような、ことをまず課してやります。その上で、FZ の DZ で C に沿っての積分ってことで、これで C に沿う複素積分の記号がこういうふうに与えられます。この記号を書くときには C というこのですね、曲線がきちんと定義されてなければなりません。で、この C のことを、今後は、積分路と言ってくることがありますので、ここに書いておきます。積分路という言い方をすることがあります。パスオブインテグラルというふうに言うんですかね。もし、この積分路がですね、
単一平曲線になってる時にはですね、別の、英語を使うんです。その場合は、カントゥアっていう言葉を使うこともあります。積分のがもしも単一平曲線、単一平曲線ってこれですね。トグロ巻いてない平曲線ね。で、このトグロを巻いてない平曲線、単一平曲線にこの C がなってる場合にはですね、積分のことを別名、カントゥアという言葉を使って、言うこともあります。ただ、とにかくこれ、一般にはこの C を積分に使うとき、積分のときのですね、積分のときのどこの上でっていう C に沿うって言ったときには、これは積分路という言い方をしますので、この積分路という言葉も合わせて、理解してください。で、式 3.7 こうなんですが、これを、まずですね、F とですね、F とそれから Z をそれぞれ実部と虚部に分けて考えてやります。はい。ですから、ここで、FZ の実部を UXY、FZ の虚部を VXY というふうに書いて、そしてそれを全部入れてやります。ZT っていうのは、FiT プラス IFiT になってます。はい。それから、あと、U の中身は XY ですが、X が FiT で、Y が PsiT なので、実部 X が FiT で、虚部の XY が PsiT なので、ということでこうなります。はい。で、こいつをですね、積分の中を展開してやります。展開してやります。そうするとですね、最初の2つの項が実部で、後ろの2つの項が虚部になってます。で、それをですね、この式を見ながら、先ほどの、よっこらしょと。おっと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 、逆だった。先ほどの、こちらのですね、こちらの XY 平面上のですね、X に関する線積分、Y に関する線積分の定義と合わせてですね、こちら、もうここでですね、X と Y で書いた時点でですね、複素平面上からですね、頭の中が、コーシー・リーマンの関係式の時と同じように、XY 平面にひょこっとですね、なんていうか、移って考えて、最後にもう一回複素数に戻ってくるような感じになってると思います。コーシー・リーマンの関係式の時もそうでしたね。で、この線積分の定義を使って、それでよっこらしょと。書いてやると、U と V に対して、X に関する線積分と Y に関する線積分がここにタカタカと出てくるわけです。はい。で、こういう形で線積分を使って、XY 平面上の線積分を使って、こんな風に表すことができるよというところまで皆さんちょっと理解しておいてください。なおですね、この式、来週更新の積分公式を証明するときにもう一回これ出てきますので、楽しみにしていてください。はい。で、同じようにですね、もう一つ実はですね、ちょっと、先ほどの XY 平面上でのですね、接線線積分に関係する積分として、C にその誇張にC に沿う誇張によるですね。すいません。誇張による積分という話があります。これ何者かというと、これは、要するに記号としてはですね、DZ の代わりに、DZ の絶対値をここにつけるという記号なんですが、これは、基本的に定義としては、ここのところにですね、先ほどの複素積分の時にはこれ絶対値なかったものに、絶対値をつけたものになります。で、これ何になってるかっていうと、これまた、やはりですね、FZ カッコ T と Z カッコ T をですね、U と V を使って全部書き直してやりますと、こうなります。で、これ全体を展開してやると、最終的にはですね、U と V のそれぞれの接線線積分になってるんです。はい。ということで、これで誇張による積分との間の関係が出てくるということになります。はい。ということです。で、ですね、実はこの積分ですね、後で非常に有効な、意味を持ってきますので、今はですね、とにかくこういう考え方の定義の積分もあるということだけ受けたまわってください。そして、その上でですね、これらの積分に対して、よっこいしょと。はい、いくつかですね、重要な、これらの定義から出てくるものがあります。何かっていうと、まずは積分路の、積分路の向きだけ逆にすると符号がマイナスが飛び出してくるよって。要するに、皆さんが高校の時に教わった定積分で教わった0から1までの積分の代わりに1から0までの積分したら符号が逆になるよってやつですね。あれです。それからあと、二つの積分の、合わせた積分での積分は別々の積分しての足し算になるよってのも出てきます。
それから誇張にその積分ですが、誇張にその積分に対して非積分関数が1の誇張にその積分は、誇張による積分はこれはその積分論の長さに等しくなるというのはこれが、式 3.13 です。それからですね、この不等式が大変大事です。教科書では 3.14 式 3.15 式なんですが、複素積分の絶対値は誇張二層積分、この公営誇張二層積分で上から抑えられる。複素積分の絶対値のアッパーバウンドはこうなりますよってことです。証明は教科書の、3.15 式に詳しく書いておきましたので、そちらを参照してください。で、この他に皆さんがですね、高校の時に教わった、積分で出てくる公式とかなんかが、3.10 式、3.11 式、3.16 式に書いてありますので、こちらも各自で、確認してください。ということです。で、これで一応ですね、複素関数の積分に関する話がここまでで終わりです。はい。そして次にですね、今度は、それを使って、ではですね、複素積分の定義を使って、今度は、よっこいしょ。逆だった。これ、急にこうやってリブートかけるとこうなっちゃうんですね。周りを見回し始めちゃうんですね。はい。その上で、例の 3.1 の説明をしていきます。はい。リアルタイムの人たちは一番下まで見えてますね。見えてますよね。はい。それですね。まず、例 3.1。積分論としてはこういうふうにですね、z イコール1から z イコール1プラス i までの直線上の積分です。で、そうすると、この真位相積分の積分論の媒介変数表示はこうなります。で、これ、媒介変数表示の z を t で微分すると i が飛び出してきます。で、これもし c を、ま、逆にしてマイナス c にすると、ここのところの t が1マイナス t に変わるっていう形で、これによって t イコール0で始点で t イコール1で終点、つまり t イコール1ではですね、t イコール0ではですね、1プラス i になって、t イコール1ではですね、1になるという形で、ちゃんと、逆になってもちゃんと t イコール0が始点で t イコール1が終点だっていう形に保つことができるわけです。で、z のですね、t による微分っていうのをやってやると、マイナス i が出てくると。いうことになります。はい。これに対して z の2乗を、c に沿って積分しなさいっていうようなお話になります。で、そうすると、z の2乗っていうのは、1プラス it、括弧の2乗ですね。それから、それにあと t による微分をここにかまして積分しなさい。t によるこれ、1プラス it の微分は i でしたから、そうするとこんな形になります。で、これをですね、実部と虚部に分けて、定積分してやると、マイナス1プラス i かける3分の2っていうのが出てくるわけです。それから、z の2乗の誇張による積分を考えると、今度はですね、先ほどのここのですね、dt、i プラス、1プラス it を t で微分したところの代わりに、それの絶対値をつけたっていうことになります。で、あとはこれ絶対値をつけるとですね、i の絶対値は1ですから、ここ1になります。で、あとはこれ展開して、実物虚部に分けて定積分してやると、3分の2プラス i が出てくるわけです。で、最後に、同じ関数をマイナス c で積分したらですね、z の2乗の、c に沿う積分と符号が反対にならなきゃいけないですね。で、実際それやってみると、ちゃんとこんな風に符号が反転するってのはこの計算で出てきますので、確認できるということになります。で、これが、例 3.1 の話です。で、皆さんはこの例の 3.1 を参照しながら、課題の方では、Google Classroom の方の課題では確かですね、私の記憶が正しければ、問いの 3.1 か問いの 3.2 どちらかをやってくださいという、例題にしていったと思います。多分、問いの 3.1 か 3.2 かどちらかはちょっと忘れてしまいましたが、はい、とにかく、そこの、下の問いの問題をやってくださいというのをですね、課題に出しておいたと思いますので、そちらの方ですね、各自参照しながらですね、取り組んでみていただければと思います。基本的には、この例 3.1 と同じ形になるはずです。
はい。ここでまた一回ちょっと、休憩を入れて、そして最後に例の 3.3 の、計算をちょっとやってお見せして、今日の授業は終わりという形にしたいと思います。それではまた 1、2 分休憩を入れたいと思います。はい。それではですね、例 3.3、78ページ、こちらの方ですね、解説をしてみたいと思います。で、3.3、78ページの、教科書78ページの例 3.3 なんですが、これ、簡単のために α イコール0の場合で、説明していきたいと思います。はい。あとで、α が0でない場合、この教科書、僕の書いた電子情報系の応用数学朝倉書店ですね。こちらの78ページの例題に対して α が0の場合で n が任意の整数となってます。で、この場合ですね、こういう積分論を考えてます。ここに赤で書きましたが、要するに積分論は z イコール0を中心として半径 r の円周上を 2π だけ半時計回りに回る単一平曲線です。それがこれです。はい。で、半径は1じゃなくて r になってます。はい。で、r はもちろん正です。それでですね、だから R はもちろん正です。はい。そして、その上で、で、それを媒介変数表示するとこうなります。R かけるエクスポネーシャル I シータ。で、こういうの極形式って言って言いましたよね。で、この形、これ、実部と虚部に分けるとこんな形に、表すことができます。ベクトル、この形の媒介変数表示は、皆さんは、高校の数3で、平面上の連続曲線の話をされたときに、円の媒介変数表示っていうと、この形になりますよっていうのは、実部が X 成分で、虚部が Y 成分だっていうことをですね、意識しながら、見ていただくと、これ、ああ、教わったなっていうのは見えると思います。で、その上でですね、この Z の N 乗っていうのをですね、この単一平曲線上で積分をするというですね、これまで実関数の中では、出て消えなかった、積分についてのお話です。はい。で、これどうするかっていうと、まず、これ、この形から、こうなりますので、はい。こうなりますので、これはイコール、r かける i かける e の i シータというふうになります。はい。で、あとは z の n 乗をここ入れてやります。で、指数関数に対する加法定理とかもやりましたので、ここではですね、指数関数を使って、エクスポネーシャル i シータを使って書いていきます。はい。そうすると、これかける、R の E の I シータ、カッコの N 乗、かける、そしてあとは、これの微分が出てきます。こういう形になるわけです。はい。そして、これを、これ、微分して全体を整理してやると何が出てくるかっていうと、R の N たす1乗が外に飛び出して、そしてかける、ここの微分で I が出てきて、そしてあとは0から 2π までの、E の、I カッコの N たす1乗カッコ閉じのシータ、dθ というふうになる。
よろしいでしょうか、ここまで。で、この部分なんですが、ここでオイラーの公式を使います。そうすると、この中身は、こういう形になります。よろしいでしょうか。で、こうなったら、こうなったら、この形の積分が出てきたら、フーリエ級数の時にも、経験したと思うんですが、n たす1が0の場合と n たす1がノンゼロの場合に分けて計算しなさいって鉄則なんですね。なんでかっていうと、これ、シータで積分すると、必ず n たす1分の1が出てきますから、n たす1が0の場合にはこれ破綻するわけです。なので、n たす1が0になっている場合と、n たす1が、0になってない場合とに分けて考えなきゃいけないので、なので、まず簡単に n たす1が、0の場合、つまり n イコールマイナス1の場合にを考えます。で、この場合はこの積分はどうなるかっていうと、要するに n たす1が r の0乗ですから i かけるで、ここの n たす1が0になるってことは cos の0ですから1なので、ここ実は積分関数1の積分です。それからだからここ 1って一応強調して書きますかね。はい、そしてもう一つ、虚部の方は、サインの中が0になりますから、これは0をシータで積分するってことになります。で、そうすると、これによって、これ、後ろ側は0の積分は0ですから、で、こっち1の積分は、2π になりますから、i かける、2π 足す i かける0ということで、イコール、i かける 2π が出てくるわけです。これが n イコールマイナス1の場合です。で、次です。n イコール、n がマイナス1ではない場合。この場合には、n たす1が、0の場合です。はい。ああ、0にならない場合です。すみません。この場合は、これをちゃんと不定積分してやるわけです。こんな風な形になりますね。はい。で、これ、0と 2π それぞれ入れて、引き算していきます。
こんなような感じになります。はい。で、この場合なんですが、まず、サインの n た、整数かける 2π っていうのはこれ0ですね。これは0です。それからサインの0も0です。で、それからコサインの整数かける 2π っていうのはこれ1なんですね。それからコサインの0は0です。なので、これどうなってるかっていうと、基本的には、R の N たす1乗かける I カッコの N たす1分の1カッコの、0引く0ですね。たす I かけるマイナス N たす1分の1、カッコの、あ、カッコ閉じ。いいんですね。カッコ閉じかける1引く1が出てきて、そして全体もう一回カッコ閉じて。なので、これは必ず0になるということになります。したがって、これによって、でそうすると、クロネッカーのデルタを使うと、こういう形に表されるということがわかるわけです。で、一般には、これが成り立ちます。はい。ということになります。で、この式がどこに書いてあるかっていうと、3.27 式に書いてあるんです。はい。ということになります。はい。そして、そうですね。3.27式、3.26に書いてあるということになります。で、基本的にこの記号も含めて覚えておいてください。で、これ、黙って、で、基本的にはこれは反時計回りです。特に断りがないわけですから、この場合は、正の向きですね。ということになります。もしこれ、時計回りで積分の考えたら、符号が逆転するということも含めて、一応注意してください。はい。これで一応教科書の78ページの例の 3.3 の複素積分の、例題の説明は終わりにしたいと思います。